私はパニコ、大手 IT 企業に勤務する30歳です。同期のゆうやと結婚して1年、兼業主婦としても毎日頑張っているの。忙しいけど仕事もプライベートも充実している今、まさに幸せって感じだわ。そしてそんな私の頑張りを会社も認めてくれて、なんと私この度昇進しました。私の両親や友達は出世を喜んでくれているんだけど、私の出世に卑屈になっている人物がいるんです。そう、それは夫のゆうやです。パニコはいいよな、会社からも認められて出世だもんな。俺なんかさ、頑張ってるのに誰にも認めてもらえないんだよな。どうせ俺なんかなんて、こんな感じで。最初はゆうやの言葉に気を使って返答していた私だけど、最近めんどくさくなっちゃってね。もっぱらスルー。だってマイナスな考えよりポジティブに過ごした方が楽しいもんね。それに私、ここだけの話なんだけど、ゆうやへの愛情がちょっと冷めつつあるの。いやー、ちょっとじゃないかな、かなりかな。もちろんそれはゆうやが卑屈だからってことじゃなくて、どうしても納得できないゆうやの言動があるからなんです。そしてその言動に絡んでくるのが、少し離れた義実家に住む義母。なんていうか、こうね、かなりのくせ者なのよね。実はうちの義母、見るもの聞くもの何でも欲しがる星子ちゃんなの。例えば、あのね、お友達がみんなスマートウォッチを持ってるの、私も欲しいな。なんだよ、俺が買ってやるよ。またある時には、ねえゆうや、ロボット掃除機があれば膝や腰が痛い私は楽にお掃除ができるわよね。そうだな、買うか、俺に任せて。なんて言ってとにかくゆうやにおねだり。いちいち義母の言いなりになって買うゆうやに私はほとほと呆れていてね。実はね、ゆうやには兄が一人いるんだけど、幼い頃から義母は長男は大事と義兄とゆうやに差をつけて育ててきたそうよ。でも義兄が結婚して子供を持ち、義母の偏った愛情のかけ方に疑問を持つようになったんだとか。そしてそれ以来、義兄は義母を遠ざけるように。すると義母はそれまでないがしろにしてきたゆうやに方向転換。まるで長男の代わりかのように、今度はゆうやにべったりになったのよ。極めつけは義父の高い、義父が数年前に亡くなってからというもの、一人暮らしをしている義母を半端なく心配しすぎってくらい心配して、その結果ゆうやは義母を甘やかすように。ゆうやは義母からのおねだりが真の愛情だと勘違いしているから困ったもんなのよ。誕生日でも記念日でもないのに高価なものをホイホイ買ってやるなんて絶対にダメよね。スマートウォッチの時だって、ロボット掃除機の時だってしっかり反対したわよ。でも反対するとゆうやは、出世したくせにケチくせえな、親孝行したい時には親はなしって言うんだぞ、なんてことを言って絶対に反省なんてしないし、聞く耳すら持ってくれないんです。そして義母の要求はエスカレート。先日ゆうやと二人で義実家に行くと、義母がこんなことを言ってきました。あのね、最近私韓国ドラマにハマっててね、今のテレビだと字幕が小さいの、とっても見にくくて。そっか、だから私大型テレビが欲しいのよ。小さな文字を一生懸命見てれば目が疲れるし、目が疲れれば眼科に行く回数も増えるし。そうだな、それはまずいよな。でしょ、そうなったらちょっと大変よね。いいよ、俺が買ってあげる。ちょっと大型テレビってそんなに簡単に買える金額じゃないでしょ。もう少し相談してから決めるべきじゃない。私は義母に聞こえないように小さな声でゆうやにそう言いました。だってどう考えたってゆうやのお小遣いで買えるレベルじゃないでしょ。ところがゆうやは私の言葉に憤慨したように反論してきました。母さんが欲しいって言ってるんだ、相談するもしないもないだろう。それともなんだ、パニコは
旦那の親が困ってるのに知らんぷりするつもりか。パニコがそんなにケチだとは思わなかったよ。出世して給料だって上がったんだから、大型テレビぐらいでブーブー言うなよ。ケチくさい女だな。はあ、あら、パニコさん出世したんだ。なら別にいいじゃないの。テレビくらいでそんなに目くじら立てなくても。出世したんならお給料だってアップしたんでしょ。なら、どうってことないわよね。いや、そういう問題じゃないと思いますけど。いくら出世して給料が上がったって言っても、そんな急激に上がったわけではありません。それに上がった分に関してはなかったことにして、将来子供が生まれた時のためにできる限り貯金だってしたいし、いずれは新居だって構えたいんです。第一、息子にねだって何でも買ってもらおうとするお母さんのスタンスが信じられません。私はお母さんが欲しいものをゆうやに買わせるために出世したんではないんです。私の出世とテレビは無関係。大型テレビは買えません。私ははっきり言ってやりました。新居を建てる、そう、それは私たちが結婚した時に話した将来の夫婦の夢でもあります。なのにスマートウォッチだのロボット掃除機だのってわがままばっか言ってるあんたに大型テレビなんて買ってやるもんか。韓流にハマってキャーキャー抜かして、最新のスマートウォッチつけてバリバリ外出して、ロボット掃除機で家事を時短してやがるんだから、自分で働いて買え。私が毅然とした態度を示すと、ゆうやがこう言いました。わかったよ。大型テレビは諦めてもらうよ。そしてそんなゆうやの様子に義母も仕方なく諦めたのか、大型テレビの話はボツになったんです。それから1ヶ月ほどが経ったある日のこと。さてと、今月のカード代はどれくらいかな。今月は化粧品を買っちゃったのよね。私は行きつけのセレクトショップでいつも買っているお化粧品を購入。セール期間だったからいつもよりお手頃価格でラッキーなんて思ってたけど、結構買っちゃったから3万円弱になってるはず。そう思ってスマホに入れているカードのアプリで請求金額を確認しました。やっぱり3万弱かって。え、あ、さ30万超え。何これ。私はスマホの画面を見て目が飛び出しそうになりました。そこにはなんと某家電ショップで購入されたらしい大型テレビの明細が書かれていたんです。待てよ、私は財布を確認。そしたらね、アプリと連携しているカードがない。すぐにピンときましたよ。そういえばあいつ、あの時やりやがったな。そして燃え上がる怒りの炎とは反対に完全に愛情が冷め切ったんです。それから間もなくゆうやがしれっと帰ってきました。ただいま。あー、今日も疲れた。今日のご飯何？おかえり。そこ座って。どうしたそんなに怖い顔して。怖い顔？いつもの顔だけど。何かやましいことがあるから怖く見えるんじゃないの？いや、やましいことなんてないんだ。いや、ないよ、ない。パニコどうしたんだよ。大型テレビ。私が大型テレビと口にしただけで悲鳴を上げるゆうや。もう確定ね。正直に言ったらどう？何がだよ。私のカード使ったでしょ。それでお母さんに大型テレビを買ったわよね。明細にちゃんと出てるからすぐにバレるのよ。ね、それはだな。悪情しなさい。するとゆうやはこう言ってきたわ。ああ、もうだからパニコはケチすぎるんだよ。出世したんだからいいだろ。なんだと。我慢の限界を迎えた私はそこから一言も口を聞かず、とりあえずバッグ一つを持ってゆうやを無視したまま実家に帰りました。そして実家の両親に事情を話し、協力してもらうことにしたんです。翌日急遽休みを取った私は、朝ゆうやが会社に出かけたであろう時間を見計らって両親にも付き添ってもらって一旦帰宅。引っ越し業者もしばらくするとやってきましたよ。ただね、
引っ越しするのは私じゃなくてゆうや。家にあるゆうやの荷物を義実家に送ってもらったんです。家の中からゆうやの荷物がなくなっていくと、なんだか私はテンションが上がっちゃってね。あー、なんだかすっごいさっぱりした気分。そしてそれから数時間後、荷物が届いた義母が驚いてゆうやに連絡したらしく、夕方になる前に二人は家にやってきました。うちの両親が来てるのを知って、一瞬だけちょっと面食らってたけど、それでも大慌てでこんなことを言ってきましたよ。アニコ、一体どういうつもりだよ。そうよ、どういうつもり。なんで俺の荷物を実家に送ったんだよ。この家から出てってもらうからに決まってるでしょ。は？バニコさん、ユウヤが何をしたっていうの。勝手にこんなことしてひどい嫁ね。本当だよな、お前出世したからって偉そうに。論点ずらすのやめてくれる。今出世は関係ないでしょ。ちなみに出ていくだけじゃないわよ。あんたとは離婚するから、そのつもりで。離婚？なんで離婚なんだよ。何言ってんだよ、俺が何したってんだ。心当たりがないってのかい。すると息子に代わり義母が口を開きましたよ。ちょっと息子を追い詰めるのはやめて。追い詰められるようなことをしているのはゆうやで、その原因を作ってるのはお母さんだと思いますけどね。まあ失礼な。失礼はどっちだい。あんたの息子がうちの娘のカードを財布から抜き取って勝手に使ったんだよ。まずはそれを詫びるのが先だってんだよ。ゆうやくんよ、たとえ夫婦でも他人のカードを勝手に使ってのはなしだろ。そういうのなんていうか知ってるか、泥棒って言うんだぞ。そんな大げさな。はい、反省の色なし、温情の余地なし、罪の軽減なし。離婚一択、罰を受けてもらうしかないね。だな。罰を受けるって部分は私が担当しようかね。な。するとここで義母がまたゆうやのアシストに入り、ちょっとパニカンさん、さっきから私の息子に向かってあんまりじゃないですか。母親思いの優しい息子なのに、私のためにやってくれてるっていうのに。あなただって母親ならわかるでしょ。すると母は呆れたように言いました。寝言は寝ていいな。ふざけるのは顔だけにしておきな。ったく、茶番にも程があるってんだ。まったく。は？とにかく私は息子を思って。おだまり。ああ、親孝行だって笑わせるんじゃないよ。親孝行って言えば何でも許されると思ったら大間違いだ。おい、ゆうや、こっちとら調べはついてんだね、お父さん。ああ、そうだぞ。悪いこと言わね。正直に言っちまった方が身のためだぜ。私もそう思う。いや、俺は何も、本当に母さんに喜んでもらおうと買っただけで。私だってゆうやの優しさを嬉しく思って。はい、アウト。あんた、亡くなった旦那の遺産は全てホストにつぎ込んじまってるよな。おまけに借金してまで通ってるよな。いや、そんなことは。そんでもって息子の方もキャバ嬢に入れ込んでると。二人は小さな悲鳴を上げて、震えながら一回り小さくなりました。実はうちの父は探偵。あまりに義母が買ってくれってうるさいから、ちょっと調べてもらったらね、ゆうやのことも芋づる式にあれこれ出てきちゃってね。え、母の職業を知りたいですって。あ、母はその裏の主婦だよ。だそうで。息子に買ってもらったものは全部自分で欲しかったものじゃないよな。スマートウォッチもロボット掃除機もテレビもホストの恭平くんが欲しがってたんだろ。プレゼントするために息子にねだってパニコの金で買わせたんだろ。ゆうやくんも気がついていながら黙って渡してた。つまりグルだ。そりゃそうだよな。ずいぶん前からキャバ嬢の涼子ちゃんに入れ込んで、亡くなった父親の遺産をちょっと分けてもらってた挙句、それを二人で使い切った後は借金まで作ってんの。パニコに内緒にしてもらってるもんな。ほんと最低。ゆうやの方は涼子ってキャバ嬢に
旅行までプレゼントしてあげてたとか。か、母さんどうしよう、全部バレて。そうそう、勝手に使ったカードの代金は返してもらうからね。それと忘れてるかもしれないけど、ここのマンションは私の名義、あんたの荷物は全部送ったんだから、もう二度とここには帰ってくるな。そう言って二人まとめてポイッとマンションの外に追い出してやったわ。その後、ゆうやは私と別れたことが社内で広まりました。離婚理由も全部バレて、会社内ですぐに居場所を失ったの。もともと仕事っぷりも悪かったゆうやを慰める上司も同僚もいなくてね。結局それからすぐに退職したわ。それからは義母と一緒に見事な転落っぷりよ。お互いに借金があるから、そりゃもう朝から晩まで働き詰めで、ボロボロになりながらもなんとか極貧暮らしをボロアパートで続けているんだとか。もともとの借金に加え、私への慰謝料に勝手に使った私のお金の返済も重なり、相当の額の借金になったみたいね。義実家を売っても全然減らず、これから先はどちらも返済だけの人生になるんだって。邪魔よ。二人と縁を切れた私はすっきり、あれから仕事に全力集中しているわ。おかげで来年度も昇進確実みたいです。よーし、思いっきり仕事に打ち込んでいこうっと。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。